この動画を見てくださってる皆様、本当にありがとうございます。前回作った動画、島田海里選手を紹介する動画はご覧になりましたか？見ていないなら、別にご覧にならなくていい。このチャンネルでは野球の楽しさを変な角度からお送りするぜ。面白いと思ったらぜひチャンネル登録してください。オリンピックの野球で日本はドミニカと対戦した。劇的な逆転勝ちをしたぜ。采配の面に関しては私から意見することは決してしないが、山本由伸投手が好投してるのにヒットすら出ない状況は、一昔前のオリックスの惨状を見てるようだった。メルセデス投手がかなり良かったのも大きいと思うぜ。国際試合で無援護病を再発してしまった山本由伸投手をいたわり、今日は無援護病と今年の発症者を解説する。そもそも無援護病はどんなにいい投手、たとえ完封しても勝ち投手になれない重篤な病である。たまにそういう試合を見るが本当にかわいそうだぜ。そうだな。この病気はシーズンの下位チームがよく発症する。去年の例で挙げるとするならば、山本由伸投手がいい例だ。防御率が同じぐらいの千賀投手と見比べるとこうなる。数字の見方がわからないぜ。防御率からおさらいしよう。防御率はその投手が9回投げ切ったら何点取られるかという数値。援護率は逆でその投手が9回投げ切ったら何点、点を取ってもらえるかの数値だ。千賀投手の場合だと、9回投げ切れば2点取られるが味方の打線が4点取ってくれるんだ。山本由伸選手は9回投げて3点援護がもらえるぜ。十分だと思うぜ。じゃあ、これを見ても同じことが言えるのか？これも去年の記録だが涌井投手と美馬投手は6点もらえるんだ。チームの打撃力も関係はしているがここまで大きく開くのは面白いだろ。今回のオリンピックの山本由伸投手の話に戻せば、青柳投手が捕まってしまった。後続の投手が打たれてしまうのも無援護病の重篤患者の症状だ。かわいそうだと思うぜ。さて今年の無援護病の発症者を見ていこう。まずはセリーグだ。打撃力に乏しい中日が援護率が少ないぜ。柳投手や大野投手の場合は自分が好投しても味方が援護をしてくれない。せちがらいぜ。特に柳選手は成績がいいだけにすごくいたたまれないぜ。続いてパリーグを見てみよう。セリーグほどひどくはないぜ。そうだな。今年はパリーグは混戦している。去年までの重篤患者の山本由伸投手も援護率が高い。これには山本由伸投手もにっこりだぜ。今年のオリンピックの投手はなんとなくだが援護率が低い投手が多い気がする。五輪狩りにした宮城くんの援護率は高いから、験担ぎ的な意味も込めてメンバーにしても良かったのではないだろうか。五輪なだけにな。ダジャレだぜ、おっさん臭いぜ。この動画をご覧いただきありがとうございました。皆様と共にいい動画を作りたいのでよろしければ、コメント等お願いします。ここまでご視聴、ありがとうございました。